合計一応27か8あります。28です。まあ、このラブ酸素が薄いな。じゃあ第1位は、こんにちは、ロコです。ロコです。ロコです。イエーイ。今回はこちら、コンビニのおにぎり全種類大食い。多分ほぼほぼ全部なんですけど、店舗によって違ったりする。合計一応27か8あります。28です。まこのラブ、これスタッフとまこちゃんチームとロコちゃんとあこちゃんチームです。で、今回のルールなんですけど、かぶったら食べれません。合計金額が高かった方、最悪なんだけど。え、もう書いてあるじゃん。そう、書いてあるんです。だから高いのを選んでもいいです。1個目。みんな決まってる？大丈夫？決まってる。はい、せーの、せ、せーの、せ。かぶってない。かぶってないですね。じゃあロコちゃんが味噌おにぎり、大葉味噌、オムライス、あこがフーチのマヨネーズ、塩むすび。せーのがさん、はい、いただきます。いただきます。いただきます。これチンした方が美味しいんだよ。めっちゃした、めっちゃ。本当不審者なんだけど。どうですか？ちなみに今日朝も食べました、これ。マジで？はい。おいしい！ない！ない！うまい！よかった、ね。おいしい！なんか中に入ってる。しそ？早っ！食べたよ！食べられました。早っ！いいんだ。はい！食べられました！値段が高いのは、このからし明太子199円だよ。やばい。焼きたらこは162円です。梅も162円です。ロコちゃんの好きな梅です。シーズンじゃない。かぶってくるなよ、ロコ。あれ選ぶからね。じゃあ2つ目、いっせーのーせ、でん、よっしゃ、きた。じゃあ焼きおにぎり、はい、いただきまして199円。お赤飯129円、113円。焼きおにぎり、焼きたらこ162円です。うん、いただきます。食べ終わるんでしょ。美味しいよね。ここに海苔が入ってた。ちなみにこいつとこいつがちょっとでかいんです。本当だ。爆弾、最悪です。最後に美味しい。本当変な人なんだけど。もう食べ終わったよ。先生、途中でもうみんなお腹いっぱいになったら終わりなの？あげる。ごめんロコ、それ苦手だから食べれない。うん、してる。ああ、50円差ぐらいですね。元気やった。うん、強かったよ。だって一番高いの食べて。次、うん、頑張る。高いの先生、あ、かぶらせてこないでよ。ロコが好きなの分かるよね。いや、こいつとこいつとあいつを食べたいんだよ。よし、いっせーのーせ。お、かぶんなかった。かぶんなかった。はい、値段やってください。162円。124円。僕が151円。勝ってる。やばい、やばい、やばいね。めっちゃ誇れる。誰の？なんかノリあれっすよね。なんかノリあれっすよね。なに、分身、分身、分身。いるよね、そういう小学生。梅なんだけど。うん、まあね、ここまでは想定より、3個まではまあ想定より。あこはそれ前のおにぎりが口に入ってるんです。もうロコも入れました。お、酸素が薄いな。どういうこと？大丈夫、ちょっとカットしてくれるはずなんで。酸素薄いんすよ。使ってください。酸素薄いんすよ。使ってください。人って酸素を吸って二酸化炭素を吐くんだって。なんつった？ってやったら酸素を吸ってってやったら二酸化炭素を吐いてるんだって、うん、
そうだよ、高校生ね、高校生ね高校生やったでしょ。高校生で何まだやってない。二酸化炭素、酸素ね、木とかね、ないとダメなんだよ。ほら、ね、知ってるでしょ。高校生やった、高校生おじさんになっちゃった高校生やった僕、お茶漬けほらじゃあ、ナイピーとロコの戦いになるってこと？ゴリラとゴボウの対決残ったねゴリラ対ゴボウ今809円だよ、873円。僕もう一回、4つ目、いっせーのーせ、待ってよ、サップね、びっくりした。151円、129円、154円、勝った。じゃあいただきます。いただきます。まだ元気ですね、我は。1名死んでますけどもいただきます。結構高いのが手に取ってる、あんたたち見る目があるもんね。終わりました。早っ、気持ち悪い、気持ち悪いって言われてるよ、おにぎり食べてるだけなのに持って気持ち悪い。ちなみに最近、泣きまで上手くなった。ちなみに食べてる、うまくない、うまくない、うまくない、あ、口に入った、もう放心状態です。ちょっと気になってます。確かに。あこちゃんスキップしてもいいよ今回。でもこっちゴリラ言って。スキップしてそれまた元に戻すみたいな。これいったら僕たち勝つんじゃないですか。そしたら40円ぐらい勝つ。よし。スキップ。スキップ。あこ、お願い。スキップして。お願い。ナイキの欲で聞けないんだ。お願い。食べました。よし、はい、じゃあちょっとね、あのしばし休憩をいただきましてね。じゃあ5つ目をね、一緒に。じゃあアコちゃんと私は食べれません。一回置いてください。でもアコ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 、まあ一旦ね、じゃあ、いや食べろよ。ニンニクの匂いやばいんだけど。マジ？めっちゃおいしい。私、梅むすび食べたかったね。これめちゃくちゃ美味しい。待って、これでうまい、すごい美味しいよね。もう一回食べたことない。うまい、うまい、これ超うまい、おいしい、ございます。あこさん、それおいしい？よかったじゃん。てててててて、やめろよ、やめろよ、うん、ほんとほんと素晴らしい。はい、素晴らしい。めちゃくちゃ美味しい。じゃあ行きましょう。次、6ターン目です。私、梅結び行きますから。私、梅結び、もう言っとくから、私梅結び行くよ。梅結び行くから。これ絶対大きいよね。大きい。いっせーのーせ。あー、あいつかぶせに来たな。ちょっとスタッフもね、回復したんで、多分二口でいきます。二口でいきます。行かれてんじゃん。え？あ？そうなのかい？チーム外で協力してる奴らがいるぞ。ダメだダメ。あとお腹いっぱいになっちゃうか。もうお腹いっぱいだぜ。おい、やめろ、お前マジやめて。あと8個。みんなさ、このさ、おっきいおにぎり避けてない？最後一つずつ食べるっていう感じだよ。これはやだな、避けたい、普通に。あと全然食ってないじゃん、今日。まあ無理。私もお腹いっぱい、以上もいっぱい。もう無理って、しつこくするとチームやめるよ。ロコちゃんこっち来る。マコちゃんそっち行く。もう敗北確定じゃん。ママお茶が欲しいです。本当に意地悪、大人げない。何が？じゃあ行きますよ。いっせーのーせ。お、かぶんなかった。
他に行った。くっそ、行ったか、あんたよく行ったな。だから食べなかったんだよ、さっき。そういうことか。ヨコちゃん何、いくら？151。アコ145。アコちゃん145。ヨコちゃん135。汚い。だってできないはできない。じゃあ、まこちゃんの昆布食べます。右の方に帰ってしまって、左の方に帰ってしまった。ギブしなければ半分は食べてくれるから。半分はだって食べてくれるじゃないですか。あ、ね、道具にされてるんだよ。何、ね、道具にしてんよ。逆だろ、こっちが道具にされてるんだ。いよいよクライマックスです。残り4つ。いっせーのーせ。151スタッフ。135。鶏そぼろと卵そぼろ。さ、絶対無理だと思う。頑張っていきたいと思います。画面から消してもらって、くり抜いていただいて。ここだけ。それだったらこうやって。ね、3人でギブアップしよう、一緒に。せーの、ギブアップ。はい、マコギブアップしたから2人で頑張るよ。ほら、アコ行くよ。マコ、はい、まこちゃんギブアップですね。バイバイ。終わり。では、元気よくみんなやってます。どこが、これのどこが。残るはわさび飯かあさり生姜です。いっせーのーせ。食べれないよ。いや、食べれない。いっせーのーせ。もうやだ。なんだこれ。いっせーのーせ。もうやだ。意味ない。譲れよ。大人げないぞ。わさび食べろ。本当だぞ。お前が食べよう。いっせーのーせ。あ、そうですね。あさり生姜とわさび飯は一旦ちょっと厳しいということで。無理です。無理になりました。選んだはいいものね。1日3食分の米食った気がする。はい、あ。では結果発表に参りたいと思います。まず個人の金額を発表しようと思います。第4位、まこさん765円でした。素晴らしい。第3位、あこさん954円でした。じゃあ第1位は、ロコちゃん1224円でした。おめでとうございます。ということで、ロコちゃんとアコちゃんのチームは勝利、スタッフとマコちゃんのチームは負けてしまいました。ダサいな。乾杯です。参りました、ロコとアコ様。もうしません。私たちはお付きとしてこれからもロコとアコ様のお隣にいらっしゃいますのでって言って。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。それではまつにまでお会いしましょう。バイバーイ。